ご視聴ありがとうございます。今日は丹野さんが施術をしに来てくれました。よろしくお願いします。お願いします。うつ伏せになっちゃっていいですか？はい、はい、今日はどの辺が疲れてますか？どうなんだろう、なんか最近、まあ今目薬さしたからちょっと落ち着いたんですけど、はい、物もらいになったんですよ、多分物もらい、はいはい、物もらいかアレルギー性結膜炎か、はい、わかんないですけど、でもなんかそんなならないのに体力が落ちてるのかなと思って。ああ、はい、タオルはこれ使っていいですか？使ってください。眼科行ったらめっちゃ混んでたから、なんかもういいやと思って市販薬を買ってやってます。あ、私化粧しようと思ったのに忘れてた。もう結構時間かかった。まあいっか。お願いします。はい、じゃあお願いします。はい、見て、はい、教えてください。このベッドって、はい、もう開業した頃から使ってるんですか？いえいえいえ、新しく途中で買い替えたんです。でももう5年ぐらい使ってるかもしれない。何ですか？いや、どのぐらい持つのかなと思って。ああ、まあ人数とかやり方にもね、ありそうですけどね。でも結構普通頑丈にできてるから10年とかは平気なんじゃないですか？だからうちとはもう一番古いベッド10年使ってるけど、まあ、多少クッションがへこんだぐらいで、そのレーザー自体はだいもう何ともなくて、そうだ、でも私なんで買い替えたかっていうとレザーが破れたからでした。はあ、破れてるんですね。あのオイルとか使ってたから、はい、それでかもしれないですね。オイル使わなければ多分もっと持つ。うちはもうオイル用のベッドと、はい、生体用のベッドで分けてたから。あ、はいはいはい。でもオイル用のベッドもね、そんなにガタが来てないんですよね。だからそのなんかね、レザーの動向っていうのも一切見られずに、結構なんかボロボロになったり、シワの目に沿って破れたりするじゃないですか。ある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 。あれ全然ないんですよね。うん、途中水洗い何回もしてるのに。逆にそれが良かったりして。だからこのままいったらもう本当に20年とか持っちゃいますよ。すごいな。今から10年持ちそうだし。そうなんだ。高いやつ買ったんですか？6、7万じゃないですかね。でも安くはないですね。私前買ったやつ安かったからもっと。はあ、1万、2万の。あ、そこまでじゃないけど3万ぐらいかな。あ、それでもうそんななんですね。高田ベッドですか？でも、なんかそういうどこってわかんないけど忘れたっていうかあったかな。なんか多分そういう業界が出してるベッドあるじゃないですか。セブンエステとか。あ、はいはいはい。あれ系だったと思うんですよね。のなんか、まあ、量産格安ベッドみたいな感じで、はい、でも今時なんかだと3万円出したらそこそこの買えますよね。あ、でも私開業したのだってもう10年以上前ですからね。10年前、もう10年以上前ですよ。だって26ぐらいだったと思うから、はい、まだ13年とか前だから。うちは多分ちょうど 10年か、今よりかはそこまでなんか充実してなかったんじゃないですか、13年前とかって。まあ結構ありましたけど今ほどではなかった気がする、安さとか。本当になんか安いベッドだと多分7、8千円からありますよね。ある。でもさすがにボロいっていうかキャシャなんじゃないですかね。
まあ大体折りたたみベッドになっちゃうから。そうなんか細いですよね、まあ、作りがね、どうしても、なんか軽い人用って言ったね。そう、俺だから絶対ダメ。ダメだと思う。その100キロまでとか書いてありますもん、確か。まあそうですね、体荷重で。なんでこうね、店なのに折りたたみなんだろうって、変ですよね。持ち運ばないのに、ね、安いから買うんですかね。どうなんでしょうね。多分そのあれなんじゃないですかね、施術者自身がその体重がない人だとまだわかるんですよ、自分がその折りたたみベッドに乗って壊れるっていう発想がないから。確かに、はい、いやでもそのなんで明らかにその120、30キロある人が折りたたみベッドで施術してるんだろうっていう。してることあるんですか。あります。でかい人なのに。そうだから不思議ですね。不思議でしょうがないんですよね、そういうのを見ると。不思議だから、俺の場合だとその自分でやっぱりそのきしむのが嫌で、とにかく頑丈なものを選んだんですよ。わかる。いやだって私でも嫌ですよ、そんなきしんだりしたら。安っぽいし、押しってって狙えないっていうか、目が出ちゃいますもんね。いやもうこれでこう圧をかけた時にこのベッド自体がしなるんですよね、弱いやつだと。逃げちゃいますもんね、そうすると来ないですね。本当になんかあのしなりでこう離した瞬間にベッドがそのしなりがこうグッと戻るから、いや本当に本当になんかアトラクションみたいじゃないですか。なんか本当にベッド反るんですよ。へえ。でも丹野さんの圧のかけ方とかすごいですもんね。やっぱ最終、まあ、強みだとそうなりますよね。なりますよね、当然ね。私とかの日じゃないですもんね。だからその安いベッドのところに勤めちゃうとすぐ辞めたくなるんですよ。あ、そりゃそうですね、どんなもんですか今私の体。まあこっちの方が凝ってますね、左に比べて。あ、そうなんだ。あんまり痛くはない。あ、そうですか。うん、まあ、背中とか肩がいつも痛がりますよね。うん、そうですね、ここはもう痛くはない。はい、あと明日、はい、花澤さんに紹介されたっていう方が来るんですよ。あ、本当に、女性。誰だろう。名前がね、今ちょっと出てこない。足がつるって言ってたな。なんかここに来たことある人みたいで、それでちょっと話をしたら、うちを紹介してもらったみたいなことを言ってました。私あんま、そうですね、あれなんですよ、まあ、うちが取りにくくなっちゃってるからですよね。それで、なんか誰かっていうので、たくさん知らないですけど、丹野さんはうまい方ですよ、うまい方ですよみたいな言い方失礼かもしれないけど、いやなんかやっぱ自分があのね、知らないお店弱くもいかんし、今ね、だからで何も知りませんみたいな自分で探してくださいとはちょっとあれなんで。でね、知り合いだからといってなんか下手な人も紹介できないし、できないし、いやなんかめちゃめちゃうまいですよって絶賛するのもなんかね、合わなかった時にあるじゃないですか、ね、私はうまい方だと思うんでみたいな感じで。だからその辺難しいですよね、だってやってること全然違うから。違うから、そうなんですよ。だからその YouTube 見て、うちに来て、花澤さんのところも行ってみたいっていうお客さん、やっぱり多いんですよ。でやってること違いますよっては言ってます、その辺やっぱりなんかその、考え方とかにも、まあ、体型とかも全部違いますからね、同じようにはいかないですよね、やろうとしても多分同じにはお互いならないし、それぞれ
好みもありますしね。うん。なんかいろんなやり方があるんだなっていう意味でいいかもしれないですね。まあそうですね。面白いですよね。面白いと思う。同じ全く同じような技を選んでても、まあ、個性というかあるある出ますからね。出ます出ます。同じようにやってたとしても結構差が出るものなので、もともとのコンセプトというかいろいろ違うんで、肩凝ってますね、やっぱり肩ね、凝りますね。もうだって今日も、基本やっぱ抱っこも結構ありますよね。8キロあるから、8キロ。でもその分ずっと抱っこはないんですけど、もうやっぱ辛いから結構赤ちゃん用の椅子に乗せてますけどね。はいはい、うん、1月生まれでしたっけ？1月ですね。今5ヶ月になってますね。なんか可愛いっすよね、最近バラバラを振りまくってますうちのはね、ちょっと笑うようになったから。本当に、うん、へー、なんかでもそうね、2ヶ月そうね、その辺結構あれですよね、個人差大きくてね。はい、うちの長男は、はい、もう病院に行く時に、はい、3日目ぐらいで笑ったんですよ。私はもう笑うもんだと思ってたんでめっちゃ笑わせてあると思ってなんかいろいろやってたらみたいな笑ったんですけど、なんかそれすごい早いって言われて、はい、でも別になんかだから それがいつそこからずっとじゃなくて、うん、その次に笑ったの結構また何日も後でしたけど、はい、でもだから次男の時は、そうだな、3ヶ月ぐらいになってからかな、笑ってるかなみたいな感じで、最近ちゃんと笑ってる感じになりましたけど、はい、ちゃんと笑うまで結構遅かった、あそこ行った めちゃくちゃ痛くはないですけど、はい、うんって言いたくなる感じ、だいぶ軽めですよ。いや痛いよ、響くよ、なんか硬いんですよねそこ、なんか、今日午後からなんですか？今日午後から、そうっす。また撮影ですけどね。へー。うん。
今度は誰が来てる？大葉さんです。おー、うん、あの急に連絡取れるようになったんですね。なったんす。お寺さんのお店あるので、はい、興味を持った方は来てください。はい、概要欄に貼っておきますご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.